松屋、極厚 200g トンテキ定食を食べました。ご覧ください。コメントでおすすめいただいたんで、松弁ネットを使ってみることにしました。モバイルオーダーでお食事で、食べたいお店を選びます。今回は大阪本町店。で、メニューからトンテキ定食を選んで、ご飯は大盛りにして、で、レジに進みます。で、支払い方法をペイペイにして、でもね、ここで確定したらダメなんですよ。お店に行って席を確保してから確定しないといけません。お店に向かいます。千葉センタービル8号館のあたりを東に行きます。しばらく歩いていくと、千葉カリー本店の前を通り過ぎて松屋が現れました。入店します。夕方の7時で結構混んでて、どこに座ってもなんか変な感じの隣になってしまうんで、二人掛けの席に座ります。ほんで、ようやくここで確定できます。なんかね、ギリギリ感のあるなかなか不安な決済方法ですよね。まあ、慣れたら普通なんでしょうけどね。で、ペイペイの決済が進みます。ほんでね、これ、こういうのっていつも見てて思うんですけど、食べられる側の牛を擬人化してね、やったーみたいな絵にするのってどうなんでしょうね。これなんかおもろいなと思いますけどね。調理に時間がかかって7分。キンコンってことでできました。でも最後のレンジで温めてましたけどね。こんな感じ。なかなか見本通りのもんがやってきましたね。うまそうです。肉も分厚いです。早速一口いってみます。これね、筋が硬くてね、噛み切りにくい。でも私はこういう硬い肉が好きなんですよね。私好みです。味も濃いしね、ご飯が進みます。あ、思い出した、唾出てきたわ。ね、ここで紅生姜。で、ニンニクチップがふんだんに入ってますね。でもニンニクの後口は少なかったんで、無臭ニンニクでも使ってるんでしょうかね。肉が厚くてね、食べ応えあります。調理時間かかった割にはね、最後30秒ぐらいレンジで温めてたんですよね。どういう状態からの調理なんでしょうね。やっぱり生肉からですよね、多分。で、これ噛み切りにくい。でもね、そこがいいんです。柔らかい肉はあんま好きじゃないんですよね。コテコテのタレをまぶしながら食っていきます。誰か咳込んでます。ここで味噌汁に七味を投入。美味しい。野菜にもドレッシングかけずにタレだけで食っていきます。これがなかなかいい味なんですよね。まあでもご飯をおもろにしといてよかったですよ。普通盛りやったらね、これ絶対おかわりしましたね。で、気になるカロリーなんですけど、881kcalって意外に少ないです。塩分は 6.9g なんで、なかなか重いですよね。ご飯を大盛りにしてるんで、あと 150kcalぐらいは増えてるかもしれないですね。お茶の中はね、もうタレでコテコテなんで、ちょっとお見せできないです。
まあ、200g ですけどね、結構食べ応えありましたね。まあ、味が濃いからでしょうね。このタレにまぶった野菜が美味しいですよね。もう結構パクついてね、どんどん食べていきます。まあ、紅生姜ともよく合います。このね、この野菜がまたいいですよね。野菜が結構ね、なくならないですよね。多めに入ってて嬉しいですね。ついに最後の一切れになりました。例によってお行儀が悪く、ちびちび食べて攻めていきます。肉なくなりました。ご飯もなくなりました。野菜を食べていきます。野菜も食べて、味噌汁も飲んで、綺麗に食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。おまけ、吉野牛スパイシーカレー。5月末朝なんですけど、まあ、大阪西九条ですね、2日目なんでスパイシーカレー食べることにしました。黒カレー好きだったんですけどね、なんで引っ込めたんですかね。まあ、でもこのビジュアル、やっぱり吉野ですね。なんか完成度高い感じです。味は確かにね、結構スパイシーでしたね。二日酔いに効きます。この紅生姜とも相性が良くて美味しいです。なんか寝癖がすごいですけど、バンバン食べて、綺麗に食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。顔が赤いですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。